こんにちは、着物アート巡りです。なぜ私がコンサートホール解説の動画を作成しているのかは、以前にアップロードしている自己紹介動画を見ていただければ幸いです。注目しているバイオリニストの演奏会がアプリコ大ホールで開催されたので行ってきました。この日は夜間の雲行きが怪しい天気予報。着物でお出かけの場合、コーディネートについて考えることが増えてしまう要因の一つです。コーディネートの組み立てについては、単体で動画を作成することも考えていますので、こちらでは触れずにホール解説に進みたいと思います。私にとって初めてのアプリコ大ホールでした。事前にまずホールの公式サイトをチェックして、設備、ホール内の座席の様子などを見るようにします。着物で出かけた際にどのような滞在になるのかイメージを持つようにしましょう。雨模様の日、和装の場合、雨コートなど着物を守る上着を羽織るのが一般的ですね。そんな時はクロークといって貴重品以外の身の回り品を預けられるサービスカウンターがあると安心ですが、ホールの公式サイトを見る限りクロークの有無を確認できませんでした。この日の雨足は帰宅時間まで大丈夫そうなので、私は現地での確認にしましたが、すでに雨が降っている中での外出になる場合は、事前にホールに問い合わせの電話をして確認するのがおすすめです。それではアプリコ大ホールの設備を見ていきましょう。この中で和装目線で注目するのは2つ。クロークが設備として存在しない点と、代わりになるコインロッカーも同じ施設内にはないという点です。これから真冬に入ると、雨や雪の日に限らずコートをまといますので、座席の手元に持っての音楽鑑賞となります。加えて他の荷物がある場合などは、事前の心構えをし、対策を考えましょう。私の場合、次のように準備します。最寄り駅かホールにさらに近いコインロッカーの有無を確認しておき、かさばるコート類はロッカーに入れ、ホールまではショールと手荷物のみにして向かう。これはコインロッカーからコンサートホールまでの距離があまりにも長いと寒くて大変かもしれませんが、大丈夫そうな方には一案です。これ以外に、座席の足元に置く、すべて膝の上に乗せるという基本的な対処法ももちろんありますよ。その日のご自分に合った方法を考えてみましょう。次に、大ホール内の座席についてです。演奏会に和装で行きたいと初めて考えたとき、私が一番気がかりだったのは、ホールの座席、着物だと座りづらくないかなという点でした。アプリコ大ホールの座席の場合、私がお伝えしたい着物ポイントは3点。そのうち、特にまだ和装に不慣れな方は、表の中にある座席タイプと着物ポイントを意識するのがいいと思います。座った際にお尻が落ちるタイプのシートは、和装の場合、襦袢の襟合わせの部分が首にくっつくように上がってきます。長時間の着用に慣れていない段階だと、それだけで気分が悪くなってしまうきっかけとなることもあるでしょう。心配な方は、ゆったりとした襟元で着用したり、柔らかい襟芯にするなどで不安を減らすといいと思います。続いて、施設内の水回り、すなわちトイレ利用についてですが、ひょっとすると座席以上に気にする方がいらっしゃるかもしれません。
和装の時、トイレの個室内に手荷物置き場があるかどうかって結構チェックポイントかと考えています。個室内の扉、あるいは壁の上部に設置されている荷物掛けまで腕を上げるのが大変、そのように思われた経験ありませんか？そんな時、手を伸ばしやすい位置に荷物置き場があるだけで本当にとても助かりますよね。それ以外のトイレ情報はどうぞ表をご覧になって参考にしてくださいね。最後にトイレ関係のその他についてです。アプリコ大ホールの洗面台は手をかざすと水が出るオートタイプでしたが、その隣のハンドソープは手押しのタイプでした。プッシュのために手を伸ばす際には着物のたもとに気をつけましょう。こちらのトイレ内にペーパータオルはなかったので、ご自分でティッシュペーパーなどを持参し、手を洗う前に周囲の水濡れを拭っておくとより一層安心です。いかがでしたでしょうか。アプリコ大ホールは綺麗で広々とした過ごしやすい空間でした。私以外にも素敵な和装姿の女性が少しいらっしゃいました。この動画が着物でコンサートホールへ出かけることの後押しになれれば幸いです。でも思い悩んでしまうくらいなら無理はせず、和装はまた気力のある時にとっておけばいいと思いますよ。無理をしてせっかくの演奏を存分に楽しめなくなっては本末転倒です。私は次の機会にはアプリコ大ホールのドリンクカウンターを体験できるといいなって楽しみにしています。それでは次回の動画をお楽しみに。